はい、じゃあここからはちょっと私の作例をですね見せながら、裏技的なこともこんな使い方できるよっていうのもお見せしたいなと思います。最初に買ったのはこの ND64、それから ND1000 っていうのもあるんですけども、タイムラプスの時ってちょっとシャッタースピードを遅めにしてブラして撮った方が動画としてつなげた時にいい結果が出たりするんですよ。スローシャッター、5秒とか10秒とかをかけて撮った写真を100枚並べてタイムラプスの動画にするとか、まあ、そういうやり方をする時にどうしても ND フィルター、昼間の撮影の場合は必要だったので、基本的には ND1000 が昼間のタイムラプスが一番合ってるのかなと。それ以外にちょっと暗いところとか夜景とかで撮影する時は ND64 を使うことがまあ多いのかなという感じですね。でこの周りにあるのこれ遮光パッドっていうやつで、こう重ね掛けをした時にですね、横から光が入らないようにこれ別売りで売ってるやつを、つけてます。これ150ミリ枠のやつにつけるやつなんですけども、はい、で次に買ったのがこの LEPRF っていうやつだったと思います。これ光害カットフィルターですね。光害っていうのがその街明かりが明るくて空にこう光が照らされる、街明かりが照らされることによって星を撮ろうとした時にその光害が邪魔になってなかなか写りが悪くなるというようなの、まあ、そういうのをカットしてくれるっていう、まあ、カットできる波長が決まっているので全部に対してできるっていうわけじゃないんですけども、かなりの効果があります。それから次に買ったのはこのソフト GND ってやつですね。これですね、下から上にかけてこのだん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 フィルターがかかっていくんですけども、この真ん中にですね何かこう対象物があって、そこは暗くしたくないんだけどその上を暗くしたいっていうかっていう場合にこういうのをつけます。これ一番頻度が高いかもしれないですね。これがリバース GND ってやつですね。これも上半分かかってるんですけど、真ん中が濃くて、だん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 上に行くに従って、この ND の効果が薄くなっていくというものになります。地平線あたりにその太陽が来て、そこのところを一番暗くしたいというような時に使いますね。これがワイドリバース GND ってやつで、これ真ん中が濃くなってます。で上下にだんだん薄くなっていくっていうタイプのフィルターです。これもその真ん中のところが一番光を減らしたい時に使うっていうやつですね。これちょっと欠けちゃってこう割れてるんですけどね、ただ探す時に割れてるフィルターって探しやすいので、このまま、まあ撮影にも問題ないのでこのまま使ってます。怪我も全然しなさそうな感じなんでこのまま使ってます。
センター GND ってやつですね。でさっきの、ワイドリバース GND と比べると ND フィルターがかかっているその範囲がより狭くなっているんですね。一箇所が本当明るくてそれをこう消したい時にこれを使っています。これらのフィルターをこういう専用のこういう、専用のフィルターケースに入れてまして、ガパッと開けてこう引っ張るとこうずらっと出てくるんですね。でどれを出せばいいのかなって、まあ、選びやすく なるんですけども、まあ、こういうフィルターケースに入れて、使っています。あとその他バリアブル ND フィルターっていうのがあって、これ動画とかポートレート撮影で使うやつですね。シャッタースピードを遅くしたいときに一回一回こう取り替えてられないので、ここを回転させるとこうフィルターの濃度が変わるっていう代物です。でこれバリアブル ND もですね、何種類か私試したんですけど、カニさんのフィルターの場合はこう回したときに止まるんですよ、カチッと。ここまでが一番 ND が薄いですよ、ここまでが厚いですよ、止まるんですけど、普通のバリアブル ND ってこういつまでも回り続けるんですよ。でその濃くなったり明るくなったりを繰り返したりするんですけど、今どの辺なのかなって見てる暇ないんですね。今どのぐらいの濃度で撮ってるのかっていうのはこう感覚で分かるっていうのがいいところです。なのでこのバリアブル ND、まあ、非常に、高品質なフィルターであるのもあるんですけども、そういった操作性もあってこれをメインで使ってます。これオズモポケットっていう動画を撮影するですね、アイテム、これジンバルっていうやつですね、ものなんですけど、実はこれにですね ND フィルターが、これわかります、ここに ND フィルターついてるんですよ。これ撮れるんですけど、こういうですね ND フィルターが発売されてるんですよ。フィルター4枚のセットです。 ND8、ND16、32、64と、4パターン、のフィルターがついているのが、発売されています。動画の場合ってシャッタースピードに制限があって、基本的にシャッタースピードを優先で撮るものなんですね。それはさっきのタイムラプスと同じで、あまり速いシャッタースピードで撮るとシャッタースピードが速すぎるがためにパキ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 って動いてパラパラ漫画的な動画になってしまうので、24分の1とか30分の1とか、速くても60分の1とかね、まあ、そういうシャッタースピードで撮影するんですけども、昼間の真っ昼間のピーカーの中でそういう遅いシャッタースピードにするには ND フィルターを使うしかないんですよね。でこのオズモポケットも同様なんですけども、このオズモポケットのですね、こういうフィルターとか広角レンズって結構いろいろ出てるんですけど、あんまりいいのないんですよ。どれも安くて、お買い求めやすいんですけど、全然いいのなくてですね。でそんな中でカニさんが出してるって聞いて、もう真っ先に使わせていただきました。これは非常にいいです。やっぱり、カニフィルターの品質があって、ゴーストとかフレアに強くてですね、しっかりシャッタースピードを落として動画を撮ることができるので、オズモポケット使っている方はこの ND フィルターすごく、カニさんの ND フィルターすごくおすすめですね。いかがでしたでしょうか。角型フィルターが上手に使えると
すごくレベルアップしたような感じになります。写真って光の演出が全てだと思うんですけども、その光の演出をコントロールするっていう意味ではこの角型フィルターっていうのはすごく勉強になるものなので、まだ使ったことない方ぜひですね、この角型フィルターにも挑戦してみてはいかがかなと思います。今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルを気に入ってくれた方は、チャンネル登録といいねをぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。したっけねー。ここにいるんですよ。これ噛んでいくと周辺言語を改善しないでしょ、パチパチパチってなる。